皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回ですね、私、ドズルさんのファンなんですよ、実は。なんとですね、なんとドズルさんのクラちゃんのね、なんかもう大半の方が使ってる配置っていうのがね、紹介されてたんですけどね、概要欄にぜひともね、あるんで、まだ見てない方見てみてください。ビルダーホールだ、ごめんなさい、全部ビルダーホールですね。ビルダーホールを落としづらくしてパーセントで勝つっていうね、戦術だとは思うんですけれども、この配置がどこまで通用するのか、この私が勝てたらね、これも最強配置をということで、行きたいと思います。それでは、こちら。うっぺん咲いた。私の編成は、ベビードラッシュ。おっと、これは余裕じゃないか、これは。ベビードラッシュでする必要もないな。いや、ベビードラッシュでいけるな。これ、一応同格なんですけど、相手施設を上げていない事件簿が、ちょっと発生しつつあるので、じゃあちょっと、ここをまずね、いきますよ。まず、ここら辺を削っていって、削りングで、おー、なるほど。そういう感じか。なるほどね。ま、このね、対空、こいつだけ、こいつだけ落として、こいつだけ落として、そう、歩きでそう。これでいける、これで、待って、アチャ島だけ倒していただければ、アチャ島を倒していただきたく存じます。アチャ島を倒すって、これ敬語じゃないな。オッケーいいよ。これ、ベビードラッシュさ、最強説っていうのが現状ありますね。やっぱこう、レベル8でも相当強いですね。オッケーオッケー。やっぱ施設がね、そこまで、ただ爆弾さん飛んでくるやつあるじゃないですか。あれがないので結構倒せるっていう感じですかね。最大オケ丸オケ丸待って、ポーズ。オケ丸さあ、防衛配置の方をね、見ていきたいと思います。これ、ね、いいよ。オケ丸でございます。ありがとうございます。さあ、こちら、でも 78% 取られてる。あ、今話題のアーチャーラッシュですね。これアーチャーラッシュマジで強いんですよ。さあ、キヨキヨ選手の配置でございます。まあ、こちら、クラちゃんさんの配置。もう何これ、クラちゃん配置。もうクラちゃん配置にしよう、これ。さあ、アーチャーラッシュで来て、相手も、なんつうの、パーセントで勝ちたいなっていう編成だとは思うんですよね。さあ、もうキヨキヨくんのね、キヨキヨくん、キヨキヨくんあるあるの。さあ、ここで行って、あー、でもここ、中心部、あれ中心部起動してない。中心部で、ここで、二連砲とかで一気に倒していきたい。あー、でも危な。あ、結構危ないですね。はいはい、あー、ここ美味しい。やっぱこの爆弾が強い。やっぱこう、ビルダーホールを絶対に守るっていう配置ですからね。さあ、ここで残り、でも 70% 取られたのか。結構でかいな、これは。70% で取られたの結構痛いですね。なるほどですね、なるほどですね。ちょ、もう一戦いきましょうか。やっぱり、2試合で検証するっていうのはね、ちょっと私のね、ポリシーでございますんでね。さあ行くぞ、さあ来ました。おっと!うわ、これはちょっと、日本の方だ、日本の方。うわ、これはちょっと待って。どういこうかな、これは。どうしようかな、これは編成変えたい説もあるな。編成変えたい。いや、でも、どうしよう。ベビードラッシュをちょっと頼りたい。ベビードラッシュがやっぱね、強いっていうのをね、現状僕はね、把握してるんですよね。なるほど。ここ行ったやって、ここデアで行く、デアで行きますかね。デアで行くデアこれデアこのデアはちょっとまずかった説でしかない気がするが。おっと、いいぞ。ちょっと待って。これがやっぱきつかったな、これ。許容範囲ではない。許容範囲外でしかないと思いますが。さあ、星1の 60% で、これ 70% いけんじゃないの。あー、これきついか。でもこれ爆弾がね、これジャイアント、今はね、反省としてはジャイアント入れたかった説あります。さあ、星1の64。トン。どうだ?ウェイ!え ?5%?5%? 5%? これはなんかめっちゃ引っかかったのかな?なんかめっちゃ引っかかったりしたのかな?相手は、ババアチャですね。ババアチャもすごい強いらしいんですよ。今度動画に出したいと思うんですけど。あ、ここでちょっとこれ見て。こう回っちゃってますね。回って、このウォールブレイカーみたいなので、こう開けたがしかし、ちょっとこれターゲットずらされて集中砲火ということでございます。これやばいな。この配置ちょっとえぐみが生じてますね。はい、ということですね。今回はこちら、クラちゃん配置でいいのかな?やってみましたけど、これ本当にね、
強いわ。やっぱこの配置でちょっと生き延びていこうかなと思います。またね、新しい配置とかあったらそこで、バーサスモードとかで試していければなというふうに思います。本日もご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方、ぜひともこちらのボタンからチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録していただけますと私のモチベーションがキュイと上がりますので、ぜひとも皆さんお願いいたします。そしてこちらクラクラの動画はまだ見られてない方、おすすめ動画です。ぜひとも見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。